はい、こんにちは、ニャです。ってことでね、ジョジョコラボ最後の交換所解説やっていこうと思います。今回の動画見ればね、みんなが疑問に思ってることをほぼ全て解決すると思うんでね、見てください。でね、今回ね、よくある質問をまとめました。これ何かっていうとですね、私配信でね、交換所解説の質問を、まあ、3時間受け付けたんですけど、その時にね、多かった質問とか、あと重要だなと思ったやつをまとめてます。で、これとね、あとプラスして、これにね、派生していろいろ喋っていこうと思うんでね、まあ、自分の気になるところを、まあ、探してね、飛ばしてみてくれてもいいし、まあ、最初から全部見てくれてもいいですね。おすすめは全部見ることをおすすめします。じゃあ、見ていきましょう。まずですね、1個目の質問。絶対確保必須は何？まあ、これはもうみんなわかってる人多いと思います。これはディオですね。ディオ武器は、マジでもう圧倒的にクソ強いんで、絶対取ってください。もうね、〇〇と〇〇どっち優先ですかって質問いっぱいあったんだけど、ディオと〇〇はもう絶対ディオなんで、もうディオだけは取ってください。ディオ取らなかった人、パズドラにあらずってぐらいディオが強いですね。このキラーがね、強いんで、これでね 17.5 倍出るんでね、攻撃タイプに対してめちゃくちゃ強いんで絶対取ってください。はい、ってことで続いてジョースケとジョータロウですね。これめっちゃ疑問に思ってる人多いみたいですね。はい、ジョースケこれね、まあ強いんですけど、まあチョッパーマルコに似た結構ね、あの消せない覚醒向こうバインド回復枠で、まあジョースケはですね、はい、まあサイリアで結構ね、まあ、注目されてたキャラなんで、まあどっち取るか迷ってる人が多いって感じですかね。で、結論から言うんですけど、結論から言うとですね、基本的にチョッパーマルコ持ってない人はジョースケで、持ってる人はジョータロウでいいかなと思ってます。やっぱね、ジョースケ結構強くてですね、これ、はい、4ターンで消せない覚醒向こうバインド全回復してくれるんですね。で、上限50億だから、主属性、副属性で100億出ます。これがかなり強くてですね、正直ね、まあ、チョッパー、マルコでも代用効かない可能性もあるんですけど、まあ、ジョースケ、ジョータロウと比べたときは、まあ、とりあえずね、チョッパー、マルコいるんだったらジョータロウでいいかなって感じですね。ただ、最近ってもう役割持ってないからって、ほぼサブにも入ってこないのね。役割っていうのはダメージ吸収とかダメージ無効貫通とか、あとね、消せないバインド覚醒無効回復とか、そういうね、役割を持ってないから、まあ、例えば、で言うと、ジョータロウはね、役割持ってないんですよ。こいつは99億しか出ないから、役割持ってないんですけど、こういうキャラはですね、最近サブに入ってこないんですね。で、さらにですね、役割持ってて数、火力出るキャラしか最近サブに入ってこないんで、ジョースケはですね、かなり使われる可能性高いと思ってます。ただね、まあ、マルコチョッパーで代用効くと思うので、まあ、優先度は持ってる人は少なめ。ただ、持ってない人はね、強いよって感じになってますね。あと武器です。武器もね、これね、スキブと毒と自動回復でね、スキルもね、ハッターのスキルで消せないバインド覚醒無効 HP を全回復になってるんで、かなり強めなんでね、まあ、取るのもありです。ただ、まあ、チョッパーマルコ持ってる人はジョータラが優先ですよって感じですね。で、ジョータロウ何が強いってね、まあ、一応ね、本体もまあ紹介したんだけど、強いのは武器ですね。これ、スキブ 50% 以上に3色。で、20ターンのスキルで自分の攻撃力が3倍。で、無効貫通が3ターンと。で、3ターン変装ですね。これ、まあ、シェリングフォードに武器似てるんだけど、これもね、かなり強いんでおすすめです。一応ね、究極進化。こっちもですね、6ターンでダブル吸収打てるんで強い感じとなっております。さあ、続いて3つ目の質問いきましょうか。ディオ2体目と〇〇、どっち優先ですかって質問。これもめっちゃ多かったですね。やっぱね、ディオね、さっき最初に冒頭で言った通りですね、かなり強いんですね。で、結構ディオ2体目取ってもいいかなって思ってる人が多いみたいで、こういう質問がめっちゃ生まれましたね。で、多かったのが、例えばディオ2体目と、ゼロ所持のジョータロウ、どっち取った方がいいですかとか。ですね。基本的に私ね、個人的に、ディオ1体目と〇〇1体目だったら、ディオ2体目と〇〇1体目だったら、〇〇1体目優先がいいかなと思ってます。まあ、これはですね、まあ、パズドラの特性上ですね、ゼロ処置と1処置全然違うんで、1処置でもしてればね、なんとかなることが多いんで、基本的にはね、1処置を優先した方がいいと思います。これ、ジョセフでもです。ジョセフでも、まあ、ジョセフは、ま、さすがにちょっと、あれかも、やりすぎかもしれないけど、まあ、それでもね、私、ジョセフでも、1処置優先した方がいいかなと思ってます。ディオの方がね、ディオ2体目の方が使う可能性は高いんだけど、ゼロ処置は私怖くてできないので、基本的には1処置おすすめです。で、あとですね、あったのが、ディオ2体目とジョナサン2体目。ジョナサン2体目とディオ2体目、どっちおすすめですかっていう質問もありました。これはですね、もう人によるんだけど、私はディオ優先だと思います。これなんでかって言うとですね、称号チャレンジを私に重き置いてるから、攻略ね、攻略を重き置いてるから、まあ、周回って別にさ、勝つか負けるかじゃなくて、早くできるかどうかとか楽かどうかでしょ。で、一応勝てはするんだよね。どんなパーティーでも。だから、まあ、ジョナサンなくても別に大丈夫なんだけど、攻略って勝つか負けるかだから、持ってなかったら勝てないわけじゃん。なんで、あった方がいいと思うんで、ディオ2体がおすすめだ。ジョータロウだ。ディオ2体がおすすめです。はい。はい。ってことでね、結論、そういう感じになっております。はい。これで、ディオ2体 VS〇〇 終わりですね。で、続いて、レオとジョナサン、どっちって話ね。これはですね、もう分かってる人散々動画でも言ってるんで分かってる人多いと思うんですけど、ジョナサン取ってください。レオ持っててもジョナサン取ってください。あとね、たまにいたんだけど、シバドラ作ってないけどジョナサンいりますかって人、いらないんです。それは。当たり前のようにいらないです。ジョナサン今後も使われると思いますよ。ちなみにね、35倍で、しかもね、7シートウェハス2個持ってるんで、すごい火力も高いし、他のこのスキル、こいつ自身の覚醒も強いし、火力もね、リーダースキルも強いんで。で、スキルもね、8ターンで無効貫通スキルと6解除と非生成持ってるんで、強いんでね、今後もめちゃくちゃ疲れると思います。さあ、続いてね、正月とジョジョの話に行きましょう。特に多かったのがね、ルティナと
あとは、ジョータロとか、まあ、ルティナと丸々系とかが多かったですね。基本的にね、まあ、ルティナの方がおすすめです。まあ、交換優先度ランキングね、あの、正月とジョジョコラボのやつ、合わせたやつ出してるんだけど、まあ、ルティナは確か2位にしたのかな。なんで、まあ、そのランキングに従ってもらったらいいかなと思います。他のラジオとかね、あと、リーチェとか気になってる人はそっちの動画見てくれたらいいかなと思います。はい。で、続いてですね。あ、でも、正月キャラは、まだね、16日まであるから、しばらくね、交換できるんだけど、ジョジョはね、できないから、先にジョジョ交換しとくのはいいかなと思いますね。さて、続いてです。はい。続いてはですね、確定なんだけど、はい。私ね、実はまだ買ってないんですけど、はい。こちらですね。はい。ディオブランドと、あと、空城、ジョリン。どっちおすすめですかって話。これはですね、もう圧倒的にディオブランドです。ディオブランドめちゃくちゃ強くて、まずね、本体も、ジンループ、2体ループで、ループするんですよ。で、これが強くてですね。で、武器もですね、闇ラジオが強いんですね、これはもう。闇ラジオの武器でめちゃめちゃ石仮面使われてて、マジで強いんでおすすめです。まあ、闇ラジオじゃなくてもね、今後ね、バインド 7C 無効貫通、これが使われる可能性はあるので、持っとくといいかなと思います。少なくとも1個は買っておきましょうって感じですね。で、最後に星6のね、残し数めちゃめちゃ聞かれたんで、1個ずつ喋っていこうと思います。まず、ドッピオですね。ドッピオゼロ所持にしてもいいですかっていうね、質問結構ありました。私的にはですね、まあ、1残しはしてほしいかなと思ってて、もう闇属性追加にチーム HP3 つ。で、ダメージ無効ってことでですね、かなり強いんで、まあ、1体持っとくと安心かなと思います。ただ、まあ、そこまで優先度高くないんで、もしね、どうしても困ったらゼロ処置にしてもいいけど、でもね、新規コラボのキャラをゼロ処置にするぐらいだったら、後で取れるね、新フェスゲンじゃないや、フェスゲンのキャラをゼロにする方がね、安心かなと思います。後で取れるからね。コラボのキャラは取れるかわかんないから次。まあ、コラボのキャラは基本ゼロ処置にはしない。フェスゲンをゼロにする方がおすすめです。はい、続いて。続いては、はい、カーズですね。カーズもね、結構ゼロにしようとしてる人いましたけど、これね、本体めちゃくちゃ強くてですね、樹脂3つに上4つ。で、3ターンのスキルでダメージ無効貫通と、操作時間 1.5 倍と4項目加算で上限40億がありますと。かなりやってること強いんで、代用厳しいと思います。持っとくと安心かな。闇パ使う人は無効貫通枠で持っとくと安心かな。少なくともね、1体持ってるんだったら1体は残しておいてください。2体は別になくても大丈夫です。一応ね、武器がね、お邪魔完全耐性とウェイ持ってて強いんだけど、5ターンのスキルで、スキルも弱いんで、あんま、使わないかな、使いづらいんで、まあ、本体として1体持っとけばいいかなと思います。さあ、続いてブチャラティですね。ブチャラティですね、これ7ターンで、まあ、ダブル吸収するキャラですね。で、落ち込んだ人、帯も作りますって感じで、まあ、ちょっと強いんだけど、まあ、別にいらないかなって感じです。まあ、キリンの適正リーダーではあるんだけど、まあ、キリンそもそも使わないしね、キリンモンハンのね、キリンなんだけど、まあ、使わないかなって感じ。で、武器もそんな大したことないから、正直ゼロ所持にするというから、ゼロ所持にするのは良くないんで、さっきも言った通り、ゼロ所持にするのは良くないけど、するんだったらブチャラティとかはありです。なくてもいい。はい。追う必要はないですね。さあ、続いてです。続いて、はい。はい。広瀬光一ですね。広瀬光一ね、本体強いよって動画出したんだけどね。本体強いです、これ。指15秒固定だから、ジンループとかするんだったらね。ルフィ光一でね、ジンループするんだったらめちゃくちゃ強いとかいう話はしたんですけど、武器が強いですね、こいつ。はい。暗闇耐性に十字に指 0.5 秒と。で、4ターン遅延でドロップをロック。これめちゃくちゃ強いんでね、まあ、あると安心かなと思います。暗闇耐性十字で指ですね。指 0.5 秒は多分ね、これナーフされたなと思います。実装前に指1秒だったのがナーフされて 0.5 秒になったのかなと思います。強すぎるから。で、4ターン遅延なんでね。これ使うところ結構あるんで、持っとくと安心ですね。まあ、1所持でいいです、これも。まあ、本体武器で2所持でもいいけど、まあ、基本的に1残しでいいかなと思います。さあ、続いてですね。はい。続いてはジャンピエール・ポルナレフです。まあ、これはもつね、完全に武器で、はい、見てます。バインドスキブ2で激減ですね。まあ、強い。これは強い。2体ぐらい持っとくと安心かなって感じですね。まあ、例えば、4体持ってたら2体出すとか。まあ、2体持ってて、交換出したんだったら1体出すとかね。でいいかなと思います。まあ、せっかく2持ってるなら2持っとくと安心かなと思うけど、玉吉になったら1残しでも大丈夫です。はい。まあ、一応ね、本体は無効貫通スキルなんですけど、私はこれそんな強いと思ってないですね。さあ、続いてです。続いて最後、キラン。これはですね、まあ、本体もね、ルフィの激減の方のリーダーとして、ルフィがね、耐久足りなくなってきてるんで、最近 70% 軽減じゃね。激減でかなり強いんですけど、どっちかって言うとですね、武器が強くてですね、7C に6解除に 40% グラビティ。これがクッソ強いですね。7C 40% グラビティで6解除。まあ、6解除 40% グラビティで、しかも極めつけに 7C がついてるってことで、かなり強いんで、こいつはですね、絶対取ってください。あった方がいいです。絶対に持ってた方がいいです。追ってもいいレベル。こいつだけは。星6で唯一追っていいとしたらこいつかなと思いますね。だから、当たりキャラランキング星6は1位こいつかなって感じになっております。はい。ってことでね、まあ、質問は大体答えられたかなと思います。これ以外にもね、もしね、みんな質問があったら、コメント欄に書いてくれたらね、私なるべく答えようかなと思ってます。あとね、明日、月曜日、最終日ね、最終日の、まあ、配信も、まあ、しようかなと思ってるんで、交換所解説はそっち来てくれても OK です。はい。ってことでね、以上です。もし参考になったらね、高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。